コスメのお店に行って買ってきたものを紹介します。ここのお店で買ってきました。1つ目、メディヒールのマスクなんですけど、私これ初めて買って、普通って確かドラッグストアとかやったら500円ぐらいだったけど352円かで、他のお店は350円とか、ちょっと場所によってちょっと違うかったけど、もうね、人がめちゃめちゃ多くてこんな並ばれへんわと思って、で2円高かったけど、ここのお店で買いました。ま、なんかめっちゃいいって言うから1枚だけね買って、で今日使ってよかったらまた最終日新大久保行って買おうかなと思ってます。次2つ目、これです。消しゴムピーリングパッドっていうやつなんですけど、なんかピーリングパッドが欲しくて、ね、なんかミシャのやつとかもなかったから、さきのちゃんが紹介してたやつとかもなかったから諦めてこれを買いました。3000円ぐらいのやつが1500円って書いてました。でおまけでもらったのがヘアパック、髪の毛のパックみたいなやつ、ヘアパックエッグリメディヘアパック、まあなんか卵のヘアパックみたいで、これもおまけでもらいました。以上ですね、韓国コスメみたいな購入品の3つです。はい、それじゃあ、あの後に買ってきた東京の購入品と、あとその次の日に買ってきた購入品を紹介していきたいと思います。原宿で買ったものなんですけど、原宿の松木代で買ったものを紹介していきます。まずクリオの G10 番です。これはなんかすごいキラキラしてて、今も使ってるんですけど、本当にキラキラしててめちゃめちゃ可愛いんですよ。つけてみますね。なんかこれね、めっちゃね、お、危な、なんか割れてるのか浮いてるのか、すっごいこうなっちゃってるんですよね。これはなんかこの飛びとかも割れてるんですよ。じゃここに塗ります。こういう感じです。キラキラ。これがすごいずっと欲しかったんですけど、松清であったので購入しました。次はファンケルで買ってきたものを紹介します。まず1つ目、ビタミン C のサプリかな、それを購入しました。1日に3粒飲んでねって書いてます。まだこれをまだ飲んでないから、まあ1ヶ月で、よかったらお気に入りに入ると思います。健康や美容が気になる、果物を食べる機会が少ない、透明感が気になるっていう、私がすごい気になってるのがたくさん書いてあったので購入しました。300円ぐらいだったかな。で次、洗顔クリームですね。で洗顔クリームなんやけど、前紹介したのはニキビに効くやつで、もうねめっちゃ使ってもないから新しいのを買ってきました。これは簡単スピーディーに泡立ち、古い角質や毛穴に詰まった黒ずみを取り除き、滑らかで明るい肌に洗い上げる洗顔料って書いてます。なんかね、くすみが飛ぶよって書いてこっちにしました。はい、こういうやつですね。前アクネのやつはここが緑色なんですけど、今回はちょっと水色みたいなハーチンの色ですになります。今日から使おうと思います。エイジングケア、これも1ヶ月ぐらい使ってよかったらお気に入りに入れていきます。次がファンケルのクレンジングです。マイルドクレンジングオイルですね。これも開けよう。もうね、私クレンジング何種類か使ったことあるんですけど、これが一番良かったです。やっぱりツルツルになるのと、あとすごいね落ちるんですよ、ちゃんと。これが確実にもうリピートです。これ以外考えれないです。でこれが特典ってか、なんかクーポンみたいなやつで選べるんですけど、これはねファンケルのマイルドクレンジングオイルのちっちゃいやつです。これは旅行用にね持っていくんですけど、もう本当にこのクレンジングがないと落ちないんです。この化粧は結構ねがっつりマスカラとか今ね二重してます、あのパソコンで。でマスカラとかねバチバチにやってるから落ちないんですよね。あのベースはすぐ落ちるんやけど、もうマスカラがどうしても落ちなくて、でそれでそれを使ってます。じゃあ次、東京購入品最後になります。これは
シアタージーロッソとか東京ドームシティのあたりで買いました。で、まあ、東京ドームシティとかジーロッソって言ったらもうお気づきの方はいるかなって思うようなものです。シアタージーロッソで買ったのは工藤遥香ちゃん、ルーちゃんのパンレンジャー VS パトレンジャーね、ルパパトの付箋とチケットホルダー、チケットホルダーとアクリルスタンドです。やばいよねこれ。もうルパパトが終わってたから全部半額だったんやけど、めっちゃテンション高まった。これ欲しかったから、サクヤとトーマとあとノエルの3人はなかったんですね。もともと少ないのかなって思うんやけど、その3人以外は全員ありました。あとそう忘れてた、これ東京で買いました。プッチョの乳酸菌味、乳酸菌ドリンク味。そうこれめっちゃ美味しくて、もうねすぐ食べちゃったからね、あと 2個ぐらいしかないんやけど、ほんまに美味しい。なんかヤクルトのプッチョバージョン、まあ絶対みんなが想像つくような味ないけど、これすごい美味しかった。初めて見て購入しました。はい、以上です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さん、またね、私来月多分東京行くと思うので、おすすめのグッズとかおすすめのなんかお土産とかあれば教えていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。